はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。今日また面白いの見つけました。それがこちら。じゃじゃん。一頭買い特選焼肉パズル。そう、皆さん大好き焼肉なんですけど、焼肉屋さんに行った時にまあよく頼むと言ったらカルビとかロースとかそのあたりですよね。まあ好きな人はホルモンとか、いろいろあると思いますが、そういう焼肉の部位ってこうたくさんあるじゃないですかね。カルビ、ロース、まあみんな知ってると思いますけど、じゃあ果たしてそのカルビというのは牛で言ったらどの部分なのか、ロースってどこなのか。まあカルビ、ロースぐらいはちょっとわかるかもしれないけど、じゃあハラミってどこですか、つらみってどこですかってなってくると、焼肉屋さんの店員さんだったらね知ってると思いますが、まあ一般人からすると意外と知らないんじゃないかなと思うんですよ。僕なんてね全然知らないと思う。それが全部わかるのがこれなんですよ。やってみましょう。はい、パッケージはこちらです。これ牛一頭丸々が焼肉のパズルになってるということです。で、こうはめてってどこに何の部位がはまるのかなってやるパズルですよね。なんと37パーツ。で、あとすごいのはただパズルだけじゃなくて、このパズルの色が手の温度で変化するんですよ。最初は赤いんですけど、レアからこう持ってるとウェルダン、ちょっと茶色っぽくなってくるということですね。はい、セット内容こちらです。結構小さいんですけど、たくさんパズルが入ってます。今大体パーツごとにとりあえず分けました。で、これからはめていくんですが、何がどこかって全く分かんない。で、これぶっちゃけ分かる人少ないと思うんですよね。ということで今日はなんだろう、もう勉強しながら覚えていこうということでやっていければと思います。じゃあまずはね、ちょっとこう牛の形を作っていきましょう。反対側は骨パーツになっている。で、これ角ですね。角が、あ、こういう感じかな。頭の部分はできましたね。で、足ですね。これはよし、オッケー。それではこれからホルモンパーツを組んでいきたいと思います。なるべく大きいところからいこうと思います。はい、これミノですね。ミノはここです。あー、でもこれ形見ると大体わかるかも。ハラミもね、美味しいですよね。ここだね。おーおー、ハツ。ほい、次これフワっていうの。フワフワ、はい。これレバーなんですけど、レバーっつったらこの辺かな。あ、ここっぽいかな。ハチノス、牛の巣って言うんだ。僕大体カルビかロースぐらいしか食べないんで、あんまり詳しくないんですよね。これはこれ、こっちの方かな。マルチョウってなると、こっち、これがシマチョウ、こっちかな、チョウだよね。はい、これはギアラ、ここかな。で、これ千枚、あれなんか変だな。あ、これ逆か、ギアラがこっちか。はいはいはい、これ千枚、これこっちかな。あ、これっぽいね。この顔の部分なんですけど、これここですよね。つらみ、はい。そしてこれがタンですね。牛タンです。ってことはここだよね。あー、オッケーオッケー。ホルモンが一通りセットできたら、次これですね、骨シートをセットします。こうですね。そしたら仕上げにこの上の部分に肉パーツを組んでいきます。僕の勘で分かるとこだけやってみます。なんとなく分かるとしたら、そうですね、これロース、肩だからこの辺かな。リブロース、こっちかな。バラ肉ですね。外バラ、この辺じゃない多分。あとは形的な問題ですけど、この辺かな。これ外ももって書いてあるけど、うん、まあなんとなく合ってそうですね。これはここかな、腕。あとはちょっとよく分かんないけど、形でいきましょう。こうかな。サーロインです。サーロインステーキね。サーロインはここかな、合ってるんじゃないかな。これはこの辺な気がする。前腹、前腹、中腹、中腹、違くないか、これこの辺かな、真ん中ぐらいかな。こうなってくるとだいぶ分かってきたぞ。ヒレ、ヒレこの辺か、こうじゃない。カルビここかな、ここだね。カルビここなのか。バラ、カルビ、中腹。まあね、このロースのあたりは油少なめ、カルビとかバラ肉ってこの辺ですけど、この辺は油が多いイメージですよね。で、これここかな、三角バラ。多分合ってると思います。ただね、一個余ってるんですよね。これネックって書いて、ネックってことは首か。あー、ちょっとね、立てたら崩れてきそうなんで怖いんですけど、ここだ多分。あー、こうですね。オーケーオーケー、できた。で、仕上げはこれですね。これ肋骨ですよね、ここか。おお、あ、こういうこと。ということで完成。
いやー結構時間かかりましたがなんとかできました。こんなに部位の種類があるんですね、まあ、僕自身そんなに焼肉屋さんに行かないので、特に詳しくない方だと思うんですけど、本当にカルビとか、まあ、ロース、あとバラ肉とかヒレ、この程度ぐらいしか知らなかったですね。一口にバラって言っても外バラ、中バラ、ね、前バラとかいろいろあるんですもんね。よくサーロインステーキなんて言われますけど、それはこの場所だということですね。腰のあたりか。そういえば忘れてましたが、これ色変わるんですよね。ちょっと触ってみようか。これ今こういう赤い色なんですけど、ちょっと触ってみよう。あ、色変わった。わかります？この真ん中の部分ちょっと色変わりましたね。おお、あ、すぐ戻っていきますけどね。この触った部位が、はい、色が変わります。おお、うーん、ウェルダン。まあでもこうやって改めて見てみると、ほんと全ての部位が食べれるということですよね。まあ僕らはね、命をいただいているので、余すことなくいただくというのは非常に大事なことです。はい、ということで今日は焼肉パズルやってみたんですが、これはね、もう単なるおもちゃではないと思うんですよ。大人でも勉強になる素晴らしいグッズだなというふうに思いました。まあね、普段何気なくいただいている焼肉かもしれないんですが、改めてこう命のありがたみを再認識するという意味でも一度やってみるのはいいかもしれません。いや、非常に勉強になりました。それではまた次回の最近 TV でお会いしましょう。 See you next time! ないけど You are get up So keep your get up 恐れずに行け Everything's gonna be alright